じゃあ今日もね実験やっていきましょうか。やりましょう。今日はですね、前に使ったこの真空砲、前の映像を見てもらうと分かるんですけど、うん、卓球のラケットを壊したり、ぶち抜きましたよね、ぶち抜いたり、あと缶をね穴開けたり、あやりましたね、すごい威力があるこれで、で打つものが今回は変えます。はい、液体、この液体見覚えありますか？これ何入れてた？よく使うものです。よく使うもの、液体状のもの、ダイラタンシ。そうそうそうダイラタンシが防弾チョッキとかに使われてるって知ってる？あーなんか聞いたことありますね。聞いたことある、はい、だからバーンって当たると硬くなって、うん、めり込んで止まるんじゃないかと、うん、あーじゃあ打ってみましょうか。よし、どうなるのか。よし、オッケー、よし、じゃあお願いします。はい、どうなるのか。いきますよ。3、2、1、発射。やばい、見せしてみましょうか。おきたー。うん、ここで真ん中で止まってる。2センチ、1センチくらいの厚さで、すげー。おーことで、じゃあね、水だけ混ぜたダイラタンシーでも防弾チョッキに使える。ここにいっぱい仕込んでおけば、あの弾が飛んできても貫通はしないと。そういうことですね、うん、じゃあ今度ちょっと機会があったらねやってみたいとエビちゃんが言っています。いや、きっと痛いと思いますぜひね、ダイラタンシー他にもいろいろね、まあ、そうですね、遊びできますからね、はい、ぜひ簡単にできるのでやってみてください、はい、こっちもいっぱい考えます。はい、